では今日のパワプロということで、アンドロメダレンタルサクチャレが始まりましたので、とりあえず一人作っていきたいと思います。でアンドロメダ自体はね、俺全然立ち回りが分かんないんで、経験点を出せる気はしないんですけれども、まあとりあえずデッキは、まあ最初なんでね、アンドロメダ3キャラを入れて、あとはトレーナーのね、加藤理香先生が相棒キャラとして、まあサクスペの方ではデビューになりましたので、まあ35ではあるんですけれども、ちょっとせっかくなんで、使っていきたいと思います。ただ相棒キャラって結局イベントボーナスがレベル25で50なんですけれども、これが、レベル50になると80まで伸びるんで、やっぱり相棒キャラ使うんだったら50で使いたいというのはあります。35だとね、ちょっと火力不足だよね。技術ボーナスもつかないし、試合経験点ボーナスもつかないんで、やっぱり相棒キャラっていうのは解放前提っていうところがきついところではあるんですけれども、まあせっかくなんで使っていきましょう。イベントはちょっと全然わかんないです。今調べたところまだ全然載ってないんで、ちょっと選択肢とかは、まあ、適当にやっていく感じでいきます。であと若干打撃に固めつつ、この2人がね走塁あるんで、まあ敏捷ポイントも稼げていければなと思います。まあ、これでやっていきましょう。まあ、コツは取りに行ってもいいよね。加藤先生はいるか、どうしようかな。まあ2人いるから最初はここ相棒キャラはね、やっぱり評価も上げていかないといけないんで、いるんだったらまあまあ積極的に狙っていきますか。これまあ超特訓は受けていきましょう。300とかむちゃくちゃ上がったな。満タンじゃねえかよ。3人入れると満タンになるんだ。で加藤先生いないから、まあじゃあこれはここ序盤はまああんまりセルとかは気にしないでもいいんじゃないかなと思います。そうか、メイカちゃん体力回復か、こういうところでの体力回復は嬉しい。金徳とかどうだろうね、まあ、ちょっと今回ほっとくか。回復力、特に加藤先生とは何にも来なかった。もう VR 使っちゃおう。練習後に体力が回復、あ結構良くない、永遠に練習ができそう。じゃあ技術3人12、まあまあまあ回復するね。あとはもう経験点を狙っていこうか。まあ、技術のなんかブースターみたいなのがついてんのかな。やたら技術が取れるけど、これは一応前に出とこう。金徳は進めていく、経験点になるから。いや切った方が経験点になるかどうかまではちょっと分かんねえ。で残り2ターン、残り2ターンで2回とも練習したいから、まあ先生いるわけじゃないからここで。でゲージ自体はめちゃくちゃ溜まってんで、ちょっと使おう。でいいね、はい、ちょうど足りない筋力と臨床が補えないから、2人いたし、もう体力回復結構いいぞ。魂のバット行こう。これ上でいいんだよね。そう確かバットが折れるけどいっぱいあるから大丈夫。メイカちゃん金徳なんだっけ。我が名はジャベリン。これはさりげなく主張する。世渡り上手か。まあまあまあ、ちょっとちょっと評価上げたいからな。ここ3人上げられるんだよね。3人はまあでかいからやっとこう。で先頭に破損セルを持ってくるのはね結構いいんだよね。あの左側からなくなっていくんで、で見に行こう。いいよっと、これなんか切った方がいいんだっけ、なんかわかんねえや。おお評価20も上がった。超おいしい、めちゃくちゃおいしい。で金徳は別に追わないんで、これ
足が痛い。いっそこっち作れんだ。てかメイカちゃんのイベントがすげえ進んでいく。やめておこう。何、体力は回復しなかったか。そこでハソンセルがいけるんだけど、どうしようかな。ハソンセルを入れて VR する意味はないんで、筋力増えてもしょうがないしな。また破損か、まあ、回復させつつ敏捷がなくなっちゃうのが痛いけど、ちょっとやるか。てか精神練習があったね。精神練習も大して意味なさそうだからな。体力が減った。そろそろちょっとさばいとくか。精神が全然足んねえ。精神が足んねえから精神なくてよかったかもしんねえ。じゃあ精神が増えて大丈夫だった。レンタル作者って点数でいいんだよね。ってか一回寝たいな。いやー回復力がなくなるのか。なんとなく持ってきたこれ余ってるから、まあ、限界値が上がるんで早めの使っておいても全然いいとは思いますと言いつつ、いいものがない。でこれはまあ体力減るけどそれなりに経験点はもらえる。いやしょぼいなこれ。多分セルがしょぼいんだな。そろそろ加藤先生も評価乗っていただきたいんだけど、帳尻合わせ、気合、練習。うお、めちゃくちゃ下がった。こんなに下がるんだ。絆やってみたいっていいよね。あーなるほどね、下が金徳だったよね。上にしよう。金徳は特にいらないから多分だよ。メンタルがいけんね。やっとくか。これさ、もうやっちゃっていいかな、超特訓。どうせなら大した経験点来ないんで。高速レーザー、これなんかあるんだっけ。積極投げ、マジすげえ普通のイベントだな。ゲー3人コンボなんてあんの、わからん。とりあえずヘアスタイル変えよう。誰の、俺の。経験点すげえ入ったんだけど。筋力が、ちょっと3つ揃えていって、守備も上げとこう。で精神あるんで補給も上げて、まあ、こんなもんでしょう。で打撃、加藤先生は乗ったからジャベリンと、これなんだっけ、一番下の人、人っていうか機械だけど名前が分からん。評価がまだ乗ってなかったね。でこっからちょっと加藤先生の回復力は意外に役立つんで入れておこう。でコツくれる、いいね。アンドロメダってそんなにコツが手に入る高校じゃないんで、加藤先生何気にいいかもな。これ50になったらどれくらい経験点もらえるかだよね、その相棒イベントで。それによっては加藤先生入れてもいいかもしれない。まあ一応進めていこう。金徳お仕事、手伝うとなんかいいやつとかになったりするのかな。もう今更ちょっといいやつはいいや。一番下にしておこう。体力回復で筋力がまあまあ、筋力がまあまあだけど、加藤先生そんなに乗らないな評価が。
まあちょっとバランス的にこっち、加藤先生の評価上げも兼ねてプレッシャーランとか、これは一番下、これで筋力からの、まあ、ゴールドセルはまだ別にいいんで、これはここだな。てかやっぱりでかいタックを起こさないとダメだよね。人を超えた先、これも2回目進んだから一応パワー、待って待って、パワーギリギリ B にできるくらいか、パワーを上げとこう。で残り1ターン、ここをどうするか。うーん、ここだな、インコース。まあ、そろそろコツとかね潰してもいいと思うけど、これどうするだっけ、指摘する、あれ様子を見るんだっけ、なんか忘れた。で筋力が少なすぎるからちょっと1回セルを回収しておきたいけど、コピー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 がいっぱい、ってかまだこいつ評価足りてないんだ。でこいつのスペックは何、ツインテール、高速チャージ。で回復しておくか、ちょっと加藤先生のイベントが分かんないけど、小吉、おお、まあ体力だね。じゃあちょっとセルを入れていきますか。破損が入ってくんのか、破損が入ってきちゃうけども、まあしょうがない。これは包丁で VR つけて、さあどこがいい、やっぱり技術だよね。いいねいいね、体力回復ほんといいぞ。一級入魂鉄人、そうか鉄人なんてくれんだっけ。メンタルは、メンタル悪くない、メンタルにしよう。筋力が全く足りてないね。どうする、下ヒートアップ、打撃、肩でも90入る。まあでもちょっと筋力欲しいんでこっちにしとこう。で大西さんが元に戻って、監督は大丈夫博士けあーここいい、いやこっちでもいいな、ちょっとミート上げとこう。まあ、ミート上限アップはないけど、少し筋力を意識して持っていきますか。じゃあホームラン、これ成功すれば両方入るの、失敗すると両方手に入らないの。お願いします。で、まあ、ちょっと取れるのを取るか、パワーヒッター、技術がやたらあるからな。筋力コピー、コピー筋力敏捷、走塁がプラスされてもしょうがないっちゃしょうがないんで、まあここがバランス良さそうなんで一旦ここにしておこう。左
端のやつがこう弾き出される可能性があるから、それも考えつつやっていかないといけないんで、大西に食ってもらおう。技術喧嘩で筋力、破損セルが入ってくるな。端っこに破損セルが入ってくるとちょっと厳しいんだよな。でこれで敏将が押し出されて筋力2つか。まあいいや、これでちょっと VR 組もう。ラッキーボーイ、まあ、金徳はいらないんだよ。てかむしろ金徳入れる必要ないよね、点数の話をすると。あ、ここはちょっと1回組んでおきたい、筋力タッグを。加藤先生が乗ったね。おお、気合が入った。めちゃくちゃコツくれんな。ちょっとこれ加藤先生引く価値あるんじゃないか。180200、そうすると守備だね。守備で一旦全体的に吐こう。で敏将値がやっぱりないか。相棒イベントはね、最悪7月に全部終わらせば大丈夫だし。打開180、いやこれはもうここだな。でかいのが来たらちょっと超特訓使っちゃってもいいけど、そうだから超特訓は結局金徳に使うんじゃなくて普通に、これなんだ、超特訓にしよう。なんかそれ最初の方もやった気がすんな。あの金徳を取ろうとするとめっちゃ必要になるんで、あのオーバーフローゲージが普通の特訓より多くなるから、それを考えるんだったら、でどれだこれやろう。なんか技術が結構もらえたよね。肩をやりたい、400。まあいいや、やろう。なるほどなるほど、分かった分かった、そういうことだ。金徳はセルを入れる必要がないから、その分超特訓を多くする。やる気は下がってくるしょうがない。でメンタルで技術がやたら余んな。困った時の打球の美を取るか。打球の美ってなんかコツつかんだよね、1だけ。まあいいや、はい。で筋力か、まあ、筋力がプラスされると走塁も足りないっちゃ足りないんだけどね。加藤先生はまあまあ2回目で加藤先生を組み込みたいよね。そうするとやる気上がったからの加藤先生で3つ揃って筋力の筋力があるから、まあいいでしょう。ホーム刺繍、まあもちろんねこういうの全部本来だったら潰すべきなんだけど、めんどくさいから潰さない。で VR も組んじゃおう。やってれば2つ目のゲージがたまりそうだよね。メイカちゃんやるか。精神練習がめちゃくちゃ上がっていく。打撃、お打撃いいね。これどうしようかな、もうやっちゃっていいかな。3ターンもったいなっちゃい、もったいないけどなかなかでかいのが来ないからな。ちょっと使っちゃおう、オーバーフロー。悪くない悪くない、技術が溢れるけど、技術が溢れるんでちょっと持てる限りの守備。待って待って待って、これ特能取った方がいいな。じゃあ対左を2つ取るからの広角がいけんな、広角打法を取ろう。アベレージヒッターってどう、いいじゃん。で495、流し打ちも取っていいな。粘りも取ろう。よし、これで
練習を組もう。ちょっと他も見るけど、まあこれだよね。あ、加藤先生が乗ってるじゃないか。速攻、いいねいいねいいね。なんか加藤先生いいぞ。で今度はピンショーが全然足りない。ちょっとピンショー意識するか次は。でこの試合はさよなら。てかアンドロメダってさ、高校時代弱いよね。めちゃくちゃ点取られるんだけど、てか結構ね負けそうになる。気のせいではないと思う。でも大西って能力だけ見ると強い気がするんだけどな。結構取られんだよね点を。で俺は大西敵対した時結構嫌いだもん。で嵐丸は大西の劣化版みたいな感じだから、これは潜入しない。安定、この2つが安定。最初に VR 組んで、で潜入しない。技術技術、敏捷を最初に入れてもな。1、2、3で全部で8セルだから、敏捷敏捷は何気に美味しいんだよな。ここもあるか、精神がプラスされんね。まあいいや、こっちにしよう。これはちょっと上と下は赤とかが手に入っちゃうんで、真ん中一択ですね。これはで、敏捷が弾き出されないように、敏捷が弾き出されないように敏捷を手に入れたいんだけど、敏捷1個、敏捷2つか。敏捷2つはまあまあまあ入れとくか。筋力1個押し出されて、ちょっと加藤先生いないのがあれだけど、1回遊び行くか。遊びに行ってから VR かけよう。ちょっと見てからしよう。50、どうなの。まあいいや、遊ぼう。これ加藤先生 100% 治るのかな、通院したら。これ何、なんていうの、水泳もいいね。じゃあ水泳やろう。がひどい。ちょ、もう一回そう、体力回復したいんですけど。これやっぱり最後にやった方がいいな。限界に達した。てか俺さ、基礎能力にしたよね。守備力、いや96か。敏捷が足らんな。いくつ上がるんだっけ基礎能力。しかも全部上がるんだかなんだかよくわかんねえや。いや足りない、敏捷が足りない。一回寝る。アイテムだってもう使っちゃったしね。もったいないけど寝るか。寝てあと全部 VR でいいや。 VR かけて、で6月の4週でちょっとくんかけよう。いや微妙すぎる。これだな、タックが来てくんないと。敏捷タックが来てくれないと。少しでも稼ぐレーザービームで、これは断ろう。で超特訓走塁。おお、いいねいいねいいね。最後に敏捷稼ぎ出した。一応他も見るけど、まあこれだね。さてこれで VR が使えなくなって、海岸来たってことはようやく1万点か。ここでそう、あのだいたいね1万2000くらいで俺推移するんだよね。アンドロメダもうちょっと出したいんだけど、ちょっとね出し方が分かんない。
99にして98で大丈夫かな。あとちょっと呼吸に振って肩ってどこまでいける。肩97にしておこう。ちょっと待って、98にしておこう。やっぱり3くらい、3はありえるよね。で7月の1周はもう体力が減りまくってるんで、ちょっとお出かけしますか。ラスト、一応ホームラン。あ、これなんだ、どっちがどっちだ。成長実感、パワー、走力、いやー上げてねーっていうか、そっち系か。下の方が良かったかな。しかも1ってさ、めちゃくちゃ微妙だよね。98にした意味がない。じゃあ試合いきますか。いや、アンドロメダはね、マジで負けるからね。お待たせいたしました。4番、アンドロメダ負けたくない。ホームランは2本打って、その試合経験点ボーナスとかないからね、35だから。やっぱまどかちゃんも強化されたよね、イベントとか。どこがどう強化されたのかは分かんないけど、まあ、確かにまどかちゃんこうデビューしてから大してこう使い道がないっていうか、使いどころがなくてなかなか難しい感じだったけど、まあ、一応強化はされてますと。どうしようかな、通院してみよう。何、普通かよ。普通の一般のやつか。加藤先生がやってくれるかと思ったらやってくれなかった。じゃあコツを求めて。でコツも必要ないんだけどね。まあレンタルサクチャではね10回できるんで、まあ、まずは経験点の出せる編成をちょっと見つけて、あとは回数重ねて経験値を出していくというところですね。まあ多分打撃で固めるとかそういうのがいいと思います。守備もまあ悪くない感じはしたけど、まあ基本ちょっと打撃を中心に考えて、まあやっていくのが経験点は伸びると。投げました、ボール。経験点はだから溢れても、溢れてっていうか、その999を超えるのはあれだけど、もう使いどころがなくなったとしても別に強い選手を作るわけじゃないんで、まあ、ピッチャーとかでねさばけば全く問題ないんで、まあ、1点突破で経験点が伸びるような編成でもいいとは思います。うわ、さっきまでちょっとチェンジアップを打ってたから。でアンドロメダはもうちょっと7月の1周になっちゃうとそこまで爆発するようなところじゃないんで、そこがきついところではある。で少しさばいていきますか。どうせだったら海岸使ってみる。俺まだ海岸1回も使ったことないんだよね。200までさばけるんでしょう。ってことはやっぱり2つ余ってないといけないんだよね。で足りなくなってるのはさすがにいけないんで、これどうするの、海岸するの。出現骨一覧、いや、いっぱいありすぎてよくわかんない。てか野手の方がすげえいっぱいんだけど、まあもともと野手の方がコツは多いからね。もういいや、はい、海岸しよう。これ何、引き直し、再度経験点は消費しません。高速ベースランはいいや。あ、コツ取得に必要な経験点も出るんだ。はい、まあいいでしょう。基礎本能か、結構 B 賞使うやつが来るね。鶴瓶、これにしよう。技術と精神使うから鶴瓶は。
まあ、今の状況には合ってるっちゃ合ってる。てかそっちに咲かないけどね。っていう海岸システムでした。ゲーすげー。あ、そうか、加藤先生が乗ってるからか。まあ、そう考えるとやっぱり悪くないね。じゃあ試合に行きましょう。まあ、レンタルサクチャではね、毎回毎回商品がチケットなんで、2回の裏アンドロメダ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは、まあ、気合を入れる必要もないとは思います。まあ、どっちかっていうとこのレンタルサクチャレを通してアンドロメダのシステムを学んでいければと思ってます。ほら、もう3点取られてるから。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で打った。これはいい当たりだ。取られるね。めちゃ点取られるんだよ本当に。今日3打席連続でホームランを放っている木曽。第2球投げた。2球目ストライク。ここはね、慎重に行こう。投げた。打てる球を打つ。確実に点を取る。ギリギリ。なんだろうね、アンドロメダって。なんだかわかんないけど弱い。ちょっとチームメイト見てみる。どういうあれな。大西はだって悪くないと思うんだよね。やっぱコントロール悪いから失投とかすんのかな。151で、まあ4球種これだけ変化量があれば、いや普通に考えて強いとは思う。岡部パワーとかしょっぺえな。いや弱えな。これはガジェット落合か。まあファーストだってこいつが出てるでしょ。でセカンドはまあ今回メイカちゃんが出てるけど、メイカちゃん弱いかな。普通の一般兵が弱すぎるんだけど。何こいつら。ゴミクズなんだけど。こいつとか超弱くね。GG とかさ、サードだよ。だってサードでさ、肩 G とか、お前よくサードやってんな。まあ、こいつが出るんだろうけど、それでもさ F だからね。足がちょっと速いくらいの。ショートどうなの。ショートマジ終わってんな。一応ポロリはしないけど、ショートでさこの能力とかも二遊間ってか弱すぎでしょ。本当に弱いわ。まあ、多分メイカちゃんが出てるからセカンドの守備はなんとかなるけど、一般キャラ出してたらこれ二遊間完全に終わってるっていう高校なんだね、やっぱり。そうか、守備の乱れもあって失点とかするんだろうな。まあ、やっぱ特にショートが重要だよね。もう内野安打になっちゃうんで、ショートの守備と肩がねあるだけでやっぱだいぶ違うんだよね。まあ、もちろんセカンドも守備が高いと外野に抜けていく可能性が減るんで。第9投げた。初球決まってストライク。すぐ1点取られてるしな。2点取ってるけどさ、よく2点取れるような。むしろガジェットとか頑張ってんのか。いい動きだよ蛇島。お前の守備は認める。同点で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で打った。これは強烈。1点を取る。もう守備は動かせない。5回の裏アンドロメダ攻撃に球を投げて眺めている。そうだよね、ここ友沢と蛇島だからね、鉄壁だよ。うちとは全く違う。ゲスプリットかと思ったけどストレートだった。やばい。ほらほらほら、5点取られてる。大東は変化球的にね、まあまあ打ちやすいっちゃ打ちやすい。あの変化球中心だから変化球ばっか投げてくるんだけど、追い込まれてるけど、やるな。これ回ってくる。回ってこなかった。6点取られて負けた。まあ、って言ってもあともうプラス300、400ってところだからね。これなんかもらえるんだっけ。40か。まあいいでしょう。いや11000、こんなもんだよ。ちょっと俺の実力だと多分こんなもんだよ。あのキャラ縛られると。で15000とかね行くと多分いいんだろうけど、
ちょっと俺はこんなもんしか出せないです。点数的なものなんで、ちょっと能力を上げないけど、まあ1人目、まあ、とりあえずこんなもんです。まだ初めだからね、これどん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 順位起こっていくから、まあ後でちょっと暫定1位の人たちがどれだけ点数出してるのか見て、まあそれでちょっとどこまで目指すかを決めていきたいと思います。まあそんなわけで、まあとりあえず1人目だったんでね、あの加藤先生とかも入れてやってみましたけど、加藤先生自体は50で使えれば多分アンドロメダではかなりいいと思います。まあ、ただ50にしようとすると大変なのかな。あの9バージョンの加藤先生いるじゃないですか、多分あれはぶっこんじゃっていいよねという感じで、ちょっと加藤先生ガチャ、まあ、まどかちゃんかどっちか、あの PSR がもらえるんで、まあ、それは引いていこうかなと思います。まあそんなわけで、今回のレンタル作者例は、能力は関係ないんで、まず監督の金のセルは入れる必要ないんで、まあそれは今後無視していきましょう。今回高速レーザーとか取っちゃったけど、で金のセルを入れる必要がないってことはオーバーフローゲージの消耗が少なくなるんで、まあ、超特訓を、ね、どれだけ起こせるかというところで、経験点が決まってくるような気がします。あくまでもさっきやった感じね。まあそれで、少し詰めていければと思いますので、今回はこれで、終了します。お疲れ様でした。